サワディーかー。バンコク2日目乗れて歩くな。恥ずかしい。っていうのも今から行くシャトチャック市場でもともと服を買おうって思ってたから持ってこなかったよね服を。で今日の分すらなかったから昨日カオさんで T シャツを買い、一応私は寝巻きと下着は持ってきたんやけど、この度ダリー君が、いやパンツもないよそんな。あーもうパンツも買ったらええかなー、あーでもパンツぐらい持ってったらええかなっていうこの2つの考えがぐるぐるぐるってなって結局うやむやになってそのままパッキング終わった。パンツもない服もない、全部現地調達みたいな。3日分や。でも今日もちょっと服変えたい夜。行ってきます。行きます。はい、到着。とりあえずね、ご飯。うん、とりあえず食べよう。もうなんかなんかいろいろ。一個食べてみていい？ボリボリ、優しい、甘い感じ。こういうお菓子あるな。ほら、なんか昨日と全然ちゃうくない？ちゃう、可愛いし、種類も豊富やし。これは、服買えんじゃん。なあ、てかもう普通に欲しい。あ、これなんか、なんか名物って書いてたかも。とりあえずここピーター歩こうか。普段地図を読まない嫁がめちゃくちゃ先導してくれてる。海外に来たら突然読めるようになるから。うーん、バリ濃厚。マンゴーそのまま飲んでるみたい。これさ、何店舗やったっけ？ 3000 とか？ 3000？ 回りきられへん。そう、無理やねん。体力もどんどん消えていくからさ、狙い撃ちしていかないと。なるほど。まあいいなと思ったらもう買うって感じやな。うん、確かに T シャツとか多いから使いやすそうだね。1枚190ってことは1枚800円ぐらい。あれ見て、どう？いいな。かわいいよな。猫T。ちょっと他見てみような。ちょっとでかいか。じゃあ腰回りがさめっちゃ細いんよ。28 一番ちっちゃいのが30やから。さすがの店員さんも28ってもうセールできひんって感じやったな。これ400円やね。でもサイズ30。残念。やばい、 T シャツは買えてもズボン買えへんからもうパンツで過ごさない。あ、でもここの短パンゴムやん。30や。あ、ゴムやったらいけそう。これ28のサイズや。ちょっと綺麗め。あ、トライ中。こうやってトライすんね。お、あ、かわいい。結構ぴったりやな。へぇ、それ30なんや。これゴムやから全然ちょうどいい。かわいい、かわいい。グレーブルーみたいなやつとこれ2つで700バーツ。どうな、うん、なんかディスカウントしてくれた。640だった。安い安い。はい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 。買えたー。うわー、1個買うと勢いついてくるから。けど、うん、いや、ちっちゃい。あ、渡辺由美選手購入をためらってしまう。ちょっと止めて。さあ、お買い上げですか。戻ってくる。戻ってくるわろか。やばいな。まだ1点も買えてない。どうせ買うんやったら日本で来たいんやんか。日本でこれを買うかって思うとすごい悩んじゃうんよ。あのですね、まあ、日本で使えるのも大事、まあ、ただこれせっかくバンコクに来てんからここで楽しめる服を買うというのも一つ。 OK、 はい。これがめっちゃ可愛い。日本で似たようなやつ持ってた。いや、もうそれはそれで買い方や。何色が可愛い？グレー。いやね、何色が可愛い？黄色って似合わへん？率直な意見教えて。グレーか黄色？黄色いこう。え、マジ？いや、グレーで。何やねんそれ。全然物件関係ない。可愛いや。ちょっと待って、これウエストちっちゃすぎて入る気せえへん。いけるかな。どう？黄色似合ってる？大丈夫？じゃあ行くわ。ここでお買い上げ。ほんまグレーが可愛かった。グレーも捨てがたい。250 OK。 1600円。うん、Thank you。 グレーじゃなくてよかったかな。もうええやん、でもグレーも買っときいや。お目当てワンピース屋さん。パンツすけさ、ちょっと予想外やったかもそれ。いや、なんかネットでここが可愛くて安いみたいなの見てたんよ。可愛い？可愛いやん。買うよ。買うの？もう透けないと願って買う。
32。ああ、意外とすんな。これワンピースやで。ワンピース。中尾巻きみたいな感じになった。はい、買えた。日本であんまし買わへん色を買ったような。いや、いいやん。めっちゃ楽しいねんけど、もうここ住む。すぐ笑った。なんか食べた。お腹すいた。疲れた。来た。パッタイ。いただきます。あいや、足の大きさちゃうな、これ。ごちそうさまでした。175バーツ。んで、パンツはパンツかもしれんけど、こんなちょっとダボダボしたやつはね、パンツではない。パンツと認めん。そうなん？男性の気持ちは分からんから、ちょっとあれやけどさ。白 T？ 150ってことは600円。とりあえず白 T 不足してたから買うわ。いいね、どんどん行きましょう。購入。2000円の T シャツ。ええやつは長く着れるから、まあいいでしょうということで。どんどん買うね。これ何枚だっけ？ 200？ 280。まあいいでしょう、うん、じゃあこれ。めっちゃ可愛くない？バイヤーみたいなことしてもらった。何個買ったん？7。7個めっちゃ買ってる。可愛い。ココナッツアイス。疲れたな。ココナッツアイスクリーム60バーツかな。あ、ココナッツアイスクリーム。何時間おる？やばい、もう帰りたい。いただきます。うまい。あー、冷た。美味しいよな。やばい、嫁が死にかけ。嫁もう終了ということで。そうだね、あのね、さっきからね、タクシー乗りたいんだけどね、200バーツしか言ってこない。メーターやったら100もせえへんね。せえへんよね。やめとうわ。なんか断られた。断られた。うん、遠いからかな。ただいま。疲れた。1時間くらいで終わると思ってたのに。このカッターもろもろ。ファッションショー開催です。ご紹介していこう。ご紹介。はい、まず1点目、これがなんと400円の T シャツ。無地。それぞれ黒白で4枚買ったな。ええやん、こんな使いやすいし。めっちゃ着心地いい。着心地いい、むしろもっと買っとけよかったって思った。確かに。じゃあお願いします。じゃん、これが1100円のワンピース。いいやん。いい。ただ確かになんか透けんな、黒いやつとか。あー、もう退場してった。2つ目、なんか思ってたの違う。そう、これさ、ここやと思ってたやん。あ、ぶん、あ、もっとこう上まで来る。え、そうやね、ここめっちゃ浅いねん。これミスった。この上はめっちゃ可愛い。これが全身で1600円。これやっぱグレーも買ったらよかった。じゃあラスト。なんか思ってたんだ、これも違う。明日ちょっとビーチ行くからね、南国っぽい。いや、いいよ。なんで、何が違うん？ここいいや、これ。これがこう前に出てんのがすごい気になる。いい？もうこんなん絶対着いひんねんけど。これが800円。じゃあ大君のターンどうぞ。はい、どうぞ。それ見てんの。え、はい、どうぞ。おー、爽やか。普通日本でも着れる感じが。上が800円ぐらい、短パンが1600円とか。これリネン、結構涼しい。抱えてた。おー、おしゃれ。びっくりした。この服装いっちゃん好きかも。そんな褒めていただけるとは思わんかった。かわいいかわいい。これが結構高かったんや。そうなんですよ。高い言うてもやけど2000円近く。でも生地めっちゃしっかりしてるもんね。で、この下が200円ぐらいか。サイズどう？サイズはね、もう結構ぴったり。お尻は？お尻はフリフリ。お尻ちっちゃ。今お尻ちっちゃいねんけど。で、最後ビーチスタイル。じゃあ消え出た。めっちゃ似合ってる。タイのホテルのフロントにおる。で、このパンツはさっきと同じパンツで、上がアロハで、下りで、明日ビーチスタイル。いいんじゃない。これもう800円ぐらい。アロハ似合うな。日本でもアロハ着ようかな。合計でいくら使ったか今計算できひんから、後で編集でこの辺に入ってるとして、じゃあちょっと上開けとくわ。この辺に合計がこれぐらいでしたと、うん、
でも感覚的にはやっぱ安いよ、ね、めっちゃ安いよ、ね、よいしょ。いやめっちゃ疲れたよ。4時間半とか朝も食べたし昼も食べたしなんかおやつも食べたし、え、だってめっちゃ広かったやん。え、しかもさ今回私ら服のゾーンしか行ってないやんか。あれもっと奥に家具とかなんかベッドとか服を持ってこず現地調達もいいねんけど、買わなーってやるとあのマーケットめっちゃ疲れる。まあ確かに次はなんかワンピースもうちょっと持ってきといて、まあ可愛いやつあったら買おうぐらいにしたいな。そうやな普通服あるから。はい、というわけでよろしくどうぞ。じゃあほな、ほな、さよなら。